突然出てくるじゃねえか。今のは、いや、夢か。まあ、夢に出るわな、あんなもん。白長須との悪魔か。あだ名つければいいんじゃない？白ちゃんとか。白ガス。白間ちゃんとか。お、一つ聞いていいか？電気を消した後なんか妙なのを見たりしなかったか？妙なもの？いや、特にそんなもの見てないよ。そうか、ならいい。お、なんかあるのか？何か会場前の廊下が少々騒がしいようだな。なんだなんだ。誰か死んだか？アキラとジゼル、それにディールか？また誰かが死んだとか？あ、違うんだ。よかったね。おはよう、探偵さん。おはようございます。異常者がいたずらをしでかしたのよ。は？いたずら？どうも絵や壁が血で汚されたみたいなの。あ、ほんとだ。なるほど。なかなかに刺激的ないたずらだね、こりゃ。手ちっちゃくない？血らしいものが絵や壁に塗りたくられている。おお、壁の方には手形のようなものが見えるが、四本指の手形か。奇妙だな。あ、本当だ、四本指だ。ミュウツーは三本だもんな。まさか、白長須の悪魔だ、ミュウツーだったのかって言おうと思ったけど、あれ三本か。どう、探偵さん、なんか分かった？早えよ。俺はこびりついた血の一部を指先で拭い取り、その匂いを嗅ぐ。確かに匂いからして本物の血らしい。まあ、鳥や豚の血って可能性もあるが。血の匂いって鉄みたいだよな。確かに何の意味があるんだ、これ。こいつ、俺が探偵だってことが分かった途端に本来の字を出してきやがったな。この血の量からして人間の血だと考えるのが自然だろう。ってことは犯人が自分で血やったのか。それから誰か死んでるってことか。焼死体が血液を逃がすってのはなかなか手間がかかりそうだ。そうだよね。医学的見地から考えるとどうだろう。確かに死体からは血圧が消失するから、通常の採血法だと十分に血を抜き出せないと思うわ。そうだよな。長い注射針で直接寝室内の血液を抜き出せればなんとかなるかもしれないけど。確かに、手間がかかりすぎるよな。俺の言葉に反応し、アキラは疑いの視線をリールへ向ける。まあ、確かに専門の道具を持ってるのはリールかもしれないが、まあ、だからなんだって話だよな。私は汚いものを見ると綺麗にしないと気が済まない太刀なのに。そいつは俺の毒だな。だが妙だな。なぜ犯人は証拠になるようなものを残したんだ。確かに。それにこの4本指、その手形は本当に犯人のものなんだろうか。まあ作った可能性はあるよな。白長須島の悪魔が本当にいるっていう、みんなに思わせるために偽造した可能性もあるし、本当に白長須島の悪魔がいる可能性もあるもんな。どっちに転ぶんだろうな。白長須島の天使はいないのか？ついになる。ちょっと白長須島の悪魔はなんか人間っぽいじゃん。だから白長須島の天使はなんかサメっぽい人間みたいな。あのサメの頭で手足が人間みたいな。すごいちょこちょこ走るみたいな。そういうのないの？白長須島の天使。
僕はこの本棚の本が一冊増えてることに気がついて。絵本みたいなんだけど、その本が奇妙というか気持ち悪いというか。え？本が増えた？減るんじゃなくて増えるんだ。えー便利。わー巨は悪魔と子供たち。悪魔は叫ぶ、地下に行くか、その血を飲み干し、内臓をばらまき、数々の欲望を満たせ。死体を吊るせ、子供の死体を吊るせ、悪魔のために死体を捧げるのだ。死体は新たな死体を作り出すために、新たな死体はまた新たな死体のために。呼び起こされた悪魔は男を地獄の炎で焼き殺す。惨劇は始まった。さあ、狂った大人たちを殺せ。焼き殺し、血を刻め、眼球をえぐり、心臓を取り出すのだ。泣くぞ、子供。まだあるんかい。悪魔は死を欲する。欲するものは、欲するのはもがき苦しむ極上の死。子供たちは悪魔を呼び起こした。すべてを殺すまでもう止まらない。さあ、殺そう。そして死のう。欲するのは死だけ。死を、凄惨な死を、永遠の死を。そう、名もなき子供たちは今、帰ってきた。どういう心理状況を書くんだ、こういうこと。男を地獄の豪華で焼き殺すか。今の状況でいくつか符合する点があるな。まあ、こいつはまるで犯人の犯行声明のようにも見える。猫の能力によってこいつを見つけ出したわけだが、もしかするとこれは今の時点で発見されることを想定しなかったものなのかもしれない。確かにな。普通バレるとは思わんわな。なんでこんなところに隠したのかわからんが。じゃあ本来はいつこれが見つけられる予定だったんだ？おそらくは全てのことが済んだ後。ああ、警察にってことか。もう確かにこれの内容から言うと全員殺すみたいな感じだもんな。名もなき子供たちが帰ってきたか。このフレーズに何か重要な意味がありそうだな。やっぱり子供か。死体を吊るせ、子供の死体を吊るせ、悪魔のために死体を捧げるのだ。死体は新たな死体を作り出すために、新たな死体はまた新たな死体のために。だから子供を殺して、悪魔、血を流すその悪魔のために子供をどんどん殺してたんじゃないかな。でその死体はまたその死体、死体から死体を作った。まあ、組み合わせたとかなのかな。だから死体と死体を組み合わせていって、どんどんと大きくしていたとか。で、その結果作られた、呼び起こされた悪魔。だから本当に悪魔ができちゃった。あ、間違えたか。で、地獄の炎で焼き殺す。惨劇が始まった。さあ、狂った大人たちを殺せ。で、その悪魔を作ろうとした、この屋敷に関与してたジェイコブとかトマスとかを殺そうとしていると。まあそういうオカルト的な考え方で言うとそういう形なのかな。で、オカルトじゃなくて普通に推理として現実感あるものとすると、まあそれに関する、ここで捕まった子供かなんかが逃げ出して、それを復讐するために今回それを、この歌通りに、復讐のためにトマスたちを殺していこうとしていると思ってるのか。まあこのゲームがどっちに転ぶか分かんないのかな、オカルトか本当の推理が。食事が終わり、廊下に出た俺はジゼルに声をかける。ね、猫便利だな。うちも欲しいわね、猫。おう。なるほどね。こうやって聞いてくのか。まずはトマスが消した前後の行動について教えてもらおうか。どんな些細なこともはべかず詳細に説明してくれ。
そういえば何か探してるっつうの。はい、私は昼食始まる12時前にお嬢様と一緒に食事会場の方へと参りました。なんかアキラが探し物見つかったかしらみたいな話を事前にしてたもん。それまでの間に特に変わったことはなかったと記憶しています。うん、じゃあ会場に着いた後のことに関してだが、そう問いかけようとしたうち猫が俺の腕をこづいた。あのことを聞かないと。ジゼルは何かを取りに戻ったとかで、アキラより遅れて会場に入ったんだから。あ、そうだね。うん。そういえば、ジゼルは何かを取りに戻ったとかで、アキラより遅れて会場に着いたよな。一体何を取りに戻ったんだ？はあ。私は会場に何か重要な話があるかもしれないと考え直し、手帳を取りに戻ったのです。手帳ね。会場に到着した順はトマス、俺とネネコ、アキラ、そしてその後がジゼルという順だったはずだ。こいつをよく思い出してほしいんだが、メモ帳を取りに帰り再び会場へと向かった時、通路や橋には何か異常はなかったか。そうですね、いえ、今思い返してみても特に通路や橋には異変はなかったように思います。では通路を通った時、あの鉄扉は開いていたか、それとも閉まっていたか。はじめお嬢様と一緒に通った時は開いていたように記憶しています。そういえば、アビーが開けたっつったもんな。部屋から戻った際にも両側とも鉄扉は開いていました。なるほど、引き返した後も扉は開いていたか。じゃあ手帳を取って帰ってきて、みんなの食事が終えて帰ってきたら扉が閉まったのか。俺たちが昼食会場に向かった時点では扉は閉まっていたが、その後アビーが扉を開けてロックをかけたはずだ。つまりこの証言が正しいとなると、ジゼルが会場に向かった後、誰かがロックを解除し扉を閉めたことになる。鉄扉を閉めるというこの行為には何らかの意図を感じる。あるいは扉を閉めたそいつはトマス殺害の犯人なのか。通路を抜けた後はそのまま会場に？はい、そのまま会場に参りました。その後は駐座することもなく最後まで会場にいたと記憶しています。ネネコにチラリと質問を見てると、ネネコはおどおどしながらも小さくうなずく。ジゼルの証言に嘘がないということだ。なるほど、よくわかった。じゃあ次はトマスを発見した時の状況を知ってもらおうか。確かにこれ気になるよな。先に会場を後にした私たちはそのまま連絡通路を抜け橋までたどり着きました。その時点でも館側、客室棟側の鉄扉は閉まっていたと記憶しています。あ、閉まったんだね。では客室棟側の扉を開け、トマスの遺体を発見したのはどちら？先に異変を感じハリントン様を発見したのはお嬢様です。私は鉄扉のハンドルを回すことに集中していたため、通路内の異変に気づくのが遅れてしまいました。その時のアキラの様子も教えてくれないか。お嬢様ははじめ通路から増えてきた悪臭と黒煙から火災が起きているのかと思われたようでしたが、その直後、通路内で倒れているハリントン様の姿を見て、ひどく取り乱された様子でした。ああ、取り乱した。ピトリブ、トロロロロ。取り乱していたね。でもやっぱり開けた瞬間に悪臭と黒煙はあったんだな。だから燃えてそんな時間はなかったんだな、やっぱり。その時になって通路内の異変に気づいた私は、すぐに状況を理解し、お嬢様を抱えて扉の入り口から遠ざけました。まあそりゃそうだわな。ジゼルはなんか感情がないな。なるほどね。ジゼルがなんか慌てふためちゃうと、お嬢様がもっと慌てふためちゃうからってことか。白長裾について話を聞いてんだが、ほう、一流の施設と特定の層の方のみが訪れることもできる島という程度認識しかございません。いや、そいつはどうかな。アキラは俺に対して何か深みのあることを言ったぐらいだし、ジゼルもこの島の後ろに暗いネタの一つや二つ聞いたことがあるんじゃないか。ジゼルはしばらく無言のまま黙り込む。なんかジゼルはすげえなんか隠してるっぽいよな。正直に申し上げますと、お嬢様からいくつか島に関する話を聞いたことがあります。ですが、それを私の口からお伝えすることはできません。
私にも守秘義務というものがございます。さようか。まあ実際でも多分明らかに不利益をもたらすような言葉は言わないんだろうな。多分隠すだろう。ジゼルはエッジワースティの使用にその認識だってるな。ええ、間違いございません。正確に私はアキラエッジワース様付きの使用人に当たります。あ、個人個人についてるんだね。ではエッジワースティの使用人だって経緯を教えてくれ。うん、はい。お嬢様はご気性が激しい方ですので、専属の使用人が長続きしなかったようです。まあしないわなきっと。あ、はいはいはい。あ、気に入られたのね。まあ確かにアキラ側もなんか口うるさく言わない方がいいんだろうな。だからジゼルとは馬が合うんだろうな。うん、気にされるようなら申し訳ない。褐色の旗色をしてるようだが、出身地はどこなんか教えてくれないか。ああ、イギリスですが、祖母がインド人であったため4分の1程度インドの血が流れています。肌が褐色なのはそのためです。うん、褐色っていいよね。なるほど、インドね。確かにインドはイギリスの旧植民地でもあった関係がつながりも深い。そういった関連なんかもな。ここは一つ試してみたいことがある。お、ありがとう、参考になった。これで聞くことは全部だ。戻ってもらって構わない。うん、俺は会話は切れ味ジゼルに対峙するように促すが、その途中、ああ、そうだ、実はジゼルが鉄扉のロックを外したものを見たという人物がいるんだが、その話に心当たりはないか。お、私が扉のロックを、それは何かの間違いでしょう。私が通路にたどり着いた時には確かに扉は閉まっていましたから。うん、嘘の証言を持ち出し鎌をかけてみても同意はなしか。この反応からして確かにジゼルの証言は信用できるものなのかもしれない。ああ、これは証言してくれた当人も記憶が定かではないという話だが、気にしないでくれ。確かに記憶違いか何かかもしれないな。ありがとう。アキラはいやに遠いな。ジゼル結構近かったのに、なんでこんな遠いんだ。なんかこの椅子妙にグラグラしてるわね。まあいいわ、初めて。はい。トマスが殺害された直後の行動に関してだが、ジゼルから大体の話は聞いたんでしょう。はい。以上、終わり。うん。アキラとジゼルは共に客室を出た。その後は少しの時間、ジゼルと別行動を取ることになったはずだ。その状況に関して教えてほしい。うん、私たちは部屋の前で待ち合わせて、その後一緒に会場へ向かったけれど、会場に入る直前でジゼルが忘れ物をしたって言い出したのよ。それで私は先に一人で会場に入った。それだけ。鉄扉だから両方とも閉まっていたか。いや、普通に閉まっていたわよ。回廊に風が流れ込んでひどく寒かったの覚えてるし。どうにかしてロックがかけられてんじゃない？なるほど、開いていたか。まあ、ロックのかけ方も知らねえんだよな、そういえば。そういえば、ジゼルの忘れ物が何だったか覚えてるか？さあ。ああ、そういえば手帳忘れたとか言ったわね。レイモンド卿から大事な話があるだろうから、そのメモを取るために手帳が必要だとかで。真面目な話じゃ。他に橋の上や通路には何か異変は感じなかったか？ほんのわずかな異変でも構わないんだが。別に特に何も。ああ、そういえば橋の上は雨で結構濡れたみたいね。ちょっと滑れそうになったわ。もう少し水はけをどうにかすればいいのにね。橋の上は雨で結構濡れてた。でも、ねねこが言う限り、この橋の上はあったかかったっつってんだよな。だから雨じゃない可能性があるんだよな、やっぱり。だから何かしらの引火するような液体をばらまいておいて、で、火をつけたんだろ。で、その後雨が、それを消したんだろうな、火を。だから残った、火が消えたことによって、その石畳が温まった状態になってるんだろうな。普通の雨ではあったかいとならないもんな。確かにズボンに跳ね返りそうなことに寝ていたな。
うん、風は吹きさらしだし寒いし、ほんと最悪な場所ね。夏でこれなら冬なんて一体どうしてんのかしら。冬か、確かに気になるな。では食後の後、食事の後トマスを発見した時の状況について教えてもらおうか。うん、真下に会場を出た私たちは鉄扉を開けて橋の上にまで移動したんだけど、その時には何もおかしいことは感じなかったわ。でも実力が客室の扉を開けた時、そこから黒煙と悪臭が溢れ出してきたのよ。はじめは火事か何かと思ったけれど、よく目を凝らしてみたらそこに死体があることが分かったんだわけ。まあなあ、死体を見るのは最悪だな。まあおかしいでもないわな。席を外してない。嘘ついてる。あ、やったな。アキラは食事が始まったから18分後に席を立ってる。お、なんかやましいことがあるんか。うんこちゃうんかい。おい、アキラ、おい。いや、こいつの言うことには、アキラは一度席を立ってるって話なんだわ。一度会場から出たんだろ。いいえ、会場からは出てないわ。絶対に嘘ついてる。アキラが帰った時、ベストのポケットからハンカチがはみ出てたから、多分トイレに行ってるはず。うんこちゃうんか、アキラ。しかも、席を立った時間な分、怖がるって言うんこだ。もっと本当のことを話せよ。おい、トイレにいたんだろう、アキラ。残念ながら、それはありえない。なあ、トイレ行くことぐらい別に恥ずかしいことじゃないだろう。ショーだろうが、大だろうが。まあ、俺はお前のことをうんこまんって言うからな。めちゃくちゃ責められてる。確かに一度席を立ったわ。息をすごいについたのぞ。出場なんてしないだろ、うんこのくせに。特に何もおかしなことはなかったように思うけど。白長ストレについてなんか詳しそうだよな。この島に来るような人間はみんなクズばかりなんだから死ねばいいのよ。ほら、なんかすごいこと言わね。でもあなたも来てるわけじゃない。むしろ死んでくれた方がせいせいするくらいだわ。クズが死ぬだけで済めばいいが、お前はジゼルが殺されることになるかもしれないんだぜ。これは一応あなたのためでもあるのよ。ほう。殺されるわよ、あなた。やっぱりなんかその非道徳的なことをしたんだろうな。ヤシ側の人間にとってはこの尋問をしている時点でアキラが秘密を喋ったと思うだろう。アキラが喋ろうが黙っていようがその危険性には変わりはない。やっぱりでもレイモンド教皇からの手紙の内容はそうだよな。非人道的なことを昔からこの島でしていて、それに関わった人たちをこの島に呼び集めたと。で、集めた理由としては、その集めた人たちの中に裏切り者がいて、その秘密がバラされそうになったという話だったんだよな、きっと。あんな汚らわしいこと私の口からはとても言いたくはないわ。うんこか。どんなに脅されようが私は喋らない。残念ね。なら話を変えよう。汚らわしいって言ってるから、なんかそういうことなのかな。やっぱ性的なものとか、うんこか。まあ多分性的なもの、売春とかなのかな。子供だもんな。多分子供を集めて売春かなんかをさせたっていう可能性が高いよな。
なら話を変えよう。トマスを殺したのはヤシリ側の人間だと思うか、それとも別の誰かだと思うか。ヤシリ側の人間でしょ。大方何かまずい状況でもなって口封じをされたなと思うわ。レイモンド卿のレコードの裏切り者がどうとか話があったし、多分彼がその裏切り者だったってことなんでしょ。わざわざトマスをな殺すんであれば、まあカモフラージュのためにいろんな人を呼んだっていう可能性もあるけど、その裏切ったという内容の詳細は知りたいんだがね。まあいいだろう、頑張りなのは分かった。とりあえず今は島の話は置いておく。ではこの島に来た経緯とアキラの経歴を教えてくれ。それくらいなら構わないだろう。スコットランド系ユース貴族エッジワース家の長女。エッジワース家は代々続く貴族だけど、生き残りのためにあるとあらゆる手段に手を染めたから、それだけに敵も多い。言ってみれば嫌われ者の貴族といったところかしら。やっぱやばそうだな。以前アキラは父親の代わりにこの島に来ることになったって言ったな。その父親のことを聞かせてくれないか。あの男のことを、お父さんをあの男呼ばわりか。口にするのも気が荒わしい。私の父ジョージ・エッジワースは最低最悪の男。権力にしがみつき全ての人間を敵に回して、そしていつも孤独だったわ。本来招待状はその父に送られたものだったけれど、私がそれを横取りしてこの島に来たってわけ。ただそれだけよ。随分と父親を嫌ってみたな。そうに苦心を邪険するもんじゃないぜ。血のつながった父親だろ。何も知らないくせに知ったような口を聞かないで。何したんだろうね。隠してたシュークリームを食ったとかじゃない。確かになんで来る必要があったんだろうな。今100万ドルはあったけど、100万ドル ?1 万ドルかめちゃくちゃ高いんだもんな。でも1万ドルのために行ったって感じじゃないもんな。なぜあければこの島に来る気になったんだ。確かめたいことがあって。それでも私は、大丈夫だよ、ちょっとだけ、シャキシャキ。アキラが言いよどんだろ。その時、不意に通信室の扉が開く音が聞こえた。あ、ジゼルがその扉を開けたんかと思ったが、様子が違う。ほう、一瞬開けられたと思った扉はすぐに再び閉められたからだ。ピンポンダッシュかよ。直後、鍵をかける音が響く。え、